くれ。あら。くれよ。新型コロナウイルス感染症モニタリング検査、うん、昨日お使いに行ったら駅前で配ってた。何駅前？食事公園。食事公園でこれを、うん、もらった。最初ね、なんか最初はこの Google フォームっていうのでまず簡単なアンケートに答えて、うん、まずこれを読み、まずこれをQR コードで読んでくださって、でそれは本当に簡単なやつで、どこに住んでるとか、なんだっけかな、あれじゃない、読み取れるんじゃない、 Google フォーム、これは本当にもうなんか仕事の内容とか、うん、会社員でなんとか関係で事務でどうとか、なんかそういうのを送るっていうのがまずその条件、うんうん、でアンケート答えました。で次これを読み取って、これを読み取るのが何かというと、なんかヘルポっていうさあ、なんかアプリをさ入れるんだけどさ、これね、うん、これのこれ、これを入れてこれになんか登録する、なんか、うん、登録したと、登録した、イエイ、それで、でなんかここの招待コードっていうのを入れたり、そうしてなんかやると、うん、で自分の登録したアドレスになんか6桁の番号が来て、なんとかかんとか、うん、で登録完了みたくなって、でこれをログインした。で今から、あでもらったのがこれ。うわ。これを立派な箱。そう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 。なんかあのお姉さんが、うん、いいよ普通に開けちゃう。うん、おお、いっぱい入ってる。うん。何が入ってる？これはね、入ってるのはこれ。これが唾液を取るやつね。うん。中だから。うん。唾液取るやつと、取ったものを入れる袋、さらにそれを入れる、うんうん、あこれはもう外すから、これはロードの、うん、送るのは下だ、これに入れて、すげえバイオハザードだ、これに入れて、すげえ、さらにこの箱を組み立てて、危ないやつだ、当たり前か、コロナウイルスで、これに QR コードのシールを貼って出すんだけど、うん、すごいね、それが笑えるのがさ、郵便局にこの荷物を出すときにちゃんとこう、はい、あの梱包してますかとか聞かれるから、はいしてますとか、うん、はい大丈夫ですっていうのを答えるようにっていうマニュアルがついてる。はいはいはい、すごい、はい、えこれが、うん、それにだからね、これに唾液を入れて、そうそう、でこれ、えこれの袋にぶっ刺すんだ、ぶっ刺しながらやる、ちょ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 、わかんないわかんないんだけど、とにかくこれを見ながら、あ見ながらね、はい、この通りやってくださいって言われた、あこのじゃあね、うん、アプリを入れてると分かると、はい、じゃあやりましょう。それで、はい、その昨日やったのはこの日程の登録っていうので、あのいつ、あ名前が出ちゃう、あいうい、うん、消す、動かさないで、うん、いつ取りますかっていうので、うん、検査開始でお願いします、やる、はい、デデデン、必ず、はい、登録に読み込んだ QR コードと検査キットを手元にご用意ください、はい、接種の1時間前から水以外の飲食や喫煙を絶対に避けてください、歯磨きマウスウォッシュ、はい大丈夫です、で次ページで受験者の QR コードを読み取ります、キットに貼る前に行ってください、読み取るね、読み取り開始、デデデン、いいのかな、チューブを取り出す、チューブの下についているスマホ置いちゃうよ、キャップを取り出します、キャップは後で使用しますので、なくさないでください、にくい、何しとん、和田さん、和田さんの、何しとん、和田さんの、やっぱりバイ菌なんだね、バイオハザードだもんね、当たり前か、これをちゃんと取っとくようにってことだね、えなんで蓋をしてしてるから、そうそう、これを、そうそう、これを外してこっちに蓋をする、ここになんか液体が入ってるの、ああなるほど ね、 でね、この線のところまで唾を入れろって書いてたの、うん、外側、外側、すげえいっぱいじゃん、うん、いや外側で、外側、指、え外側、あ外側ね、じゃないかなって、あはいはい、じゃあはい、出るかな、頑張って入れてはい、はい、黒い線まで唾液入れる、唾液いきます、どうぞ、さすがにそのシーンはビールとか入れとくといいんじゃないの、
検査を受けられ、あ、たまった、あ、まあまあまあ、見せません、見せれません、はい、それでそれを、うん、それをキャップを、青いキャップを、あ、すげえ、本当だ、唾液をそこに落とします、うん、次に進む、ローと部を外し回して外し、ね、保存液をチューブ内に、これローと、んえ、ロート部外して、唾はこぼさないようにね、で、こうか、ああ、そうするとほら、なんか液がシューってここから液が出てきた、唾液の中に、あ、唾液の中に、うん、あ、なるほどね、主役かなんか、はいはいはい、保存薬かなんか、そうそうそう、それで蓋を、すごいな、蓋を閉めると、保存液が見せれませんね物が物だけに、で、おお、こんな感じでやってます、でキャップをしっかり閉める、はい、閉める、でもだんだん別に綺麗、いやいやいや、はい、チューブを回転、チューブを5回以上回転させ混ぜます、え、ああ、はいはいはい、振るんじゃないんだ、混ぜるのね、チューブを回転ね、はい、回転させてます、うん、はい、大丈夫じゃないですか、次に進む、QR コードを容器に貼る、ああ、容器にね、キットに対してラベルは横長の状態で貼ってください、後ろでシールが交差するのは構いません、はい、昨日 E さんは散歩一緒に行かなかったんで、 P ちゃんだけ一人だけもらってきました、袋に入れる、まあね、 P ちゃんがね、これね、はい、 P ちゃんがね陽性だったら私も陽性ですから検査した、まあ、P ちゃんが陰性なら採取した検体は、私も陰性でしょ、でこれはね、郵便局に来てもらうか、はい、自分で郵便局に持ち込むか、それ絶対郵便局なの、ね、郵便局って決まってるのね、あの宅郵便とかじゃなくて、ね、うん、どうするの、で、次に進む、すぐ近くにある、次に進む、はい、あ、これで終了です、返送方法、郵便局へ持ち込みを希望する方はこちら、あ、そう、96時間以内に、ああ、96時間ね、で、まずビニール QR コードの貼ってある検体を封入ビニール袋に入れてください、バリアパウチに入れてください、うんうん、なんだ、ここを開けるって書いてあるけど、どこ開けるんだ、これ、あ、やべえ、いいよ、ここを開けるんだ、 iPhone の音声入れてなかった、ここを入れる、ここに入れる、おお、ででね、なんかね、季節によっては保冷剤を一緒に入れるんだって、でも、うん、あの5月中は保冷剤は入れないから、入れなくていいですよってすごく言われたし、はいはいはい、書いてもあった、うん、で、まあ、ある程度の年齢の方までだったら、本当こうやってやってガンガン PCR 検査でね、このスマホのこのやり方もちゃんと分かるから、うん、これもらえれば全然進められるよね、うん、だからおじいちゃんおばあちゃんはきついけどね。そうそう、だからこれは、もう条件の中に、うん、もうスマホにアプリが登録できる人っていうふうに書いてるから、まあね、うん、うん、まあ、もしくはね、子供とかお孫さんが付きっきりでやれる人とか、まあね、まあでも今さ、もう60代70代ぐらいの人はもうスマホなんか違うかな、うん、でまあ、まあ唾液だけだからね、あのなんか注射とかそういうことと違って別に病歴とか関係ねえし、うん、これで怪我するわけじゃないから、うん、はい、この中に入れるんだな、よし、うん、この中に入れる、はい、工作終了、うん、工作終了だから、よいしょ、この中にこれを入れますとりあえずもうそうやって折りでいいの、ジッパーを検体左右両端へ押し込んでいき密閉する、フラップの接着面にかぶせてある白い剥離紙を剥がし、え、意味が全然わかんない、折り線で手前に表と裏の縦の3本の縦線を切ったり、折り線とここじゃん、これか、うん、あ、え、ここにもある、あ、ここに紙、あ、シールがあるんだ、うんうんうん、ちょっと意味が分かんなかった、なんかちょっと空気抜いた、うん、まあまあ抜かなくてもいいんだ、いやいやでも、まあ別に空気を入れる、箱に幅があるから高さが、しっ
かり閉め左右両ジップロック、ジップロック密閉する。フラップの接着面にかぶせてある白い剥離紙を剥がし、どうしよう、剥がし、尺 G の人間剥がし、余生率折り線の手前でに折り曲げ表と裏の3本、 ね、あ、こういうことか、あ、なるほどね、そこで風になってるのね、はいはいはい、縦線ぴったり合わせる、これでいいか、いいよ、はい、大丈夫だよ、大丈夫、うん、なるほど、これでもうちゃんと厳重に締まってますよってことなんだね、はい、はい、結果はどのくらいで出るんですか。2日か3日、え、マジで、うん、え、それで何、フラップのちょっと中央部を強く押し付け左右両端へ押し込んでいき密封するの意味が分かんない、中央線を強く押し付け左右両端を押し込んでいきます。あ、いや、まあ、もうだからここからここからこうして、あ、そういうことか、こうやって締めるっていう、そういう感じじゃない、はい、まあ別にまあ、うん、はい、入れます。2日で出るんだ、じゃあ2日で 何で連絡くれるの、このアプリ、アプリに来る、おお、アプリに来るのすげえじゃん、こっちだからメールが来るのかな、一応メールアドレスね、あれ、QR コード貼ったね、大丈夫だね、はい、お疲れ様でした。でちょっとこのシールを貼って、ま、あ、そうやね、あ、まあまあ、え、あ、これこれこれ、これを貼って、はいはいはい、これな、これ、あ、直売会なのね、へー、直売会で、ね、しかもなんか必ずこれはね96、もうだから必ず今日調査、あ、しまった、これも入れるの、千葉県と市川市、これも入れるの、豆腐だ、まあ、チェックシートね、うん、はい、じゃあチェックシートを書いて入れて送ります。じゃあ2日後、じゃあ次はじゃあアプリに通知が来たら、結果を、結果で締めましょう、うん。楽しみに待ってます。今日は月曜日です。QR コードの読み、では、結果、来るまで、結果待ちってなっててね。しばし、お待ちを。今日水曜日。あれ？あっという間に。PCR 検査実施中。日程の登録と結果確認。結果が来たそうです。結果を見てみます。あ、もうこれだけ。陰性だ。たらーたたたたーとか、そういうのもないんだね。私が陽性だったらやっぱり。おー。陰性だったら。お疲れ様でした。なんかあるのこれ。え、それ押すといいか。え、陰性の対応方法、まあなんか出てますが、まあ中で見てみます。とりあえずまあ陰性だったんで、一応まあ、今まで引き続きマスクの着用や手洗い、咳エチケットの励行にと努めるなどして感染予防に気をつけながらこれまで通りの生活を送ってください。さすが。でもう一回この、これ本当は買うじゃんきっと、うん、でもう一回買うときはおいくら、こうです、金額は書いてないけどね、無症状の方を対象としてますって書いてある、うん、でも陰性だからいいんだよね。あ、まあそうそうだけど、これで、あの、まあとりあえず、まあわかんない、 100% じゃないかもしれないけど、一応まあ、うん、まあまあ、あのね、じゃあイーさんも多分大丈夫でしょう、うん、じゃあモニタリングあったら私ももらうようにします。はい、お疲れ様でした。1日で出たってことだね。あれ、中1日だね、中1か2かだから、はい、まあ、うん、ね、まあとりあえずあれ今現状ですから、まあ、今後もね、そうそうそう、ちょっと気をつけてまいりましょう。はい、それでは。お疲れ様でした。